このスレは2011年9月29日に建てられた。当時引きこもりクソクズニートだった一致が一年発起しボランティアに行ったお話です。震災をきっかけに自分を変えようと決意した一致の勇姿をどうぞご覧ください。なんとなく書きたくなったので、スレ隊の通りの引きこもりクソクズニートがボランティアに行った話を書いていこうと思う。お母さんのボランティアもしてやれよな。まずは落ちぶれてく経緯から、小中高と全くみんなに馴染めず、微妙にいじめられたり微妙に不登校になりながらもなんとか卒業。友達なんて真面目に一人もいなくて、便所飯はプロ級の腕前だった。多分もっといじりどころが満載だったらめちゃくちゃにいじめられてたと思うんだけど、本当に空気っていうか、いてもいなくても同じみたいな人間だったから無事に卒業できたんだと思う。本当にひどいいじめを受けてきた奴は中卒なんだよ。すがすがしいほどクズだな。内容によっては俺も行く。卒業後は内定してた会社に勤めて、アパートを借りてリア充を目指したけどそこでもやっぱり馴染めず、途中鬱になったりして結局5年目に退職した。そこからはひたすらアパートに引きこもってた。引きこもってたと言っても閉店間際に隣のスーパーに食材の買い出しに行くことくらいはあったが、外に出るのはそれくらいで人がマジで怖くなってた。毎日特に何をするでもなく、別にそれほどのめり込んでる趣味なんかもなかったから部屋の中でダラダラ過ごすだけの日々だった。そんな意味不明なクソみたいな生活を気づけば3年くらい続けてた。友達もいないし、趣味も特にないし、食料とか以外はあんまり出費もなかったから働いてた時は結構貯金ができてた。引きこもってからはそれをただ食いつぶす毎日。無駄にダラダラ過ごしてるのに、なぜに1日ってこんなに早く過ぎるんだろ？今年に入って気がつけば貯金があと1年も持たないくらいに減ってた。当然危機感はあったし、やばいと思ったが、それでも何もする気が起きなかった。やばい状態なのに外に出るっていう選択肢はなく、いつもの無駄な毎日を繰り返してた。マジでクソ人間。っていうかこのまま金がなくなったら餓死でもして死んじゃおうかぐらいに思ってた。生きてる楽しみが何もなかったから死んだ方が楽だし嫌って本気で思ってた。そんな時、あの震災が起こった。なんか知らんが訴えてくるものがあるな、ゾクってなった。内容によっては俺も行く。支援。便所飯についてもっと詳しく頼む。母親が作った弁当を便所まで持っていくのも目立つから、登校の時点で便所脇の掃除箱に弁当を置いて、また放課後に回収してた。というか目立たない便所で食ってたんだが、そこは和式だった。毎日被災地域や原発の凄まじいニュースを見て俺みたいな生きてる価値のないクズが生き残って、たくさんの素晴らしい人たちが亡くなってしまったことにものすごく理不尽さを感じた。いつもの俺ならそれをただ感じるだけで、別に何をすることもなく、またいつものクソみたいな日常に戻っていったはずなのに、俺はこんなとこで何をしてるんだろうってそれからやたらと思うようになった。それでますます自分自身のことをどうしようもない人間だと思ったし、自分自身がめちゃくちゃ嫌になった。こんな自分になったのは学校や会社や周りの人間のせいなのか？いや、こんなクソみたいな自分を作ったのは自分だ。今まで他人のせいにしたりしていろんなことから逃げてきた。もうそんな自分が心の底から嫌だった。こんな自分のままじゃ嫌だと本気で思った。ここまでいい話。支援ありがとうてか遅くてすまぬ。こんな自分にしたのが自分なら、きっといい方にだって自分で変えていけるんじゃないか。そして、この震災でもしかしたらこんなクソクズでも役に立てるかもしれない。苦しんで大変な思いをしてる人が同じ国にいるのに俺はこんな部屋でぬくぬくだらだら生きてていいのか。引きこもりクズニートのくせにそんなことを思った。今ならもしかしたら外に出ていけるかも、怖いけども。っていうかこれを逃したら俺は本当に引きこもりクズニートのまま死ぬんじゃないかと思った。いざそういう風に思い立ったけど、恐怖心やらなんやらで結局何日か足踏み。しかし大好きな甘神のあやつじさんルートを何度もプレイして勇気を出した俺は3月下旬、ようやく腹を決めた。被災地でボランティアをしよう、と。俺4月6日に仙台入り、ちょうど陸路が復旧したあたりで決心した、一致と同じくらいと思う仲間。仲間ボランティアに行こうと思ったのは純粋にこんなクソでも歯車くらいにはなれるかもしれないと思ったからってのもあるけど、被災地でボランティア活動をすることで自分自身も変わっていけるんじゃないかと思ってた。思い立ったら逃げたくなる前に行動だ。俺は外に出るのが本当に嫌というか怖かったから、異常に物を買いだめしておく癖があった。当時の品薄状態の世の中が嘘みたいに俺の部屋にはいろんなものが揃っていた。ネットやらで被災地が必要としてるものを調べて、需要があるものは全て車に詰めた。車は働いてた時に親の知り合いから格安で譲ってもらい、引きこもりになってからも一応手放さず車検はきちんと取って、たまに夜にバッテリーが上がらないようにエンジンはかけてた。夜中に挑発ひげクソ野郎が30分くらいエンジンのかかった車の中で何もせずにビクビクしてる姿はきっと近所の人たちにしたら不気味以外の何者でもなかったと思う。なんだろう感動してる。物資を詰めたりしてる時にふとパソコンが目に入った。これは別名引きこもりクズニート手助けツールとも言う。あんまり色々考えると躊躇してしまいそうだから、速攻でケーブルを抜いて車に詰め込んだ。なんかこれがあると引きこもりに戻りやすくなりそうな気がしたし被災地の欲しいものリストにもあったから一石二鳥だ。ストーブも目に入った。東北はまだ寒いらしいしストーブも持っていくことにした。東北に比べれば関東なんて年中灼熱地獄だし、冬だって毛布にくるまってればなんとかなるはず。
その他もろもろ情報から必要かなと思うものを詰め込んだら俺のモビリオスパイクはいっぱいに、俺の部屋にはほぼ何もなくなった。でも何かそんな部屋を見て不思議と落ち着いた気持ちになってた。いいじゃないかボランティア、青年海外協力隊ってのに行ってみてくれよ。こう言っちゃなんだが自暴自棄になってたところない？ちょきっとそれもあるかもしれないけど、ものすごく久しぶりに期待と不安とやるぞって意識が巡ってて、張り切ってた感じがあったかも。いざ出発と思ったが、鏡にはジャングルの中で終戦も知らずに奮闘する兵隊のような男が映っていた。これは多分まずい。被災地に行ったら確実に被災者に見られてしまう。急いで風呂に入ってヒゲを剃って、髪を切った。ヒゲは普通に剃れたが、髪型は完璧に失敗した残切り頭になってしまった。なので常に頭にはタオルを巻くことに決定。そして部屋には彼を告げて出発がくぐる。残切り頭うぷ。今はもう残切りではないし、うぷよくわからないですごめん。ちなみにまだ全然外の世界にビビってたから行動は夜に行ってた。ボランティアなんだけど、イメージ的に福島、宮城に比べたら岩手に行ってるボランティアって少ないんじゃないかと思った。あくまでも自分の勝手なイメージだけど、ネットなんかで調べた自治体の情報でもボランティアの数が足りないってことだったし行き先を岩手のある町に絞った。その町で今必要としてる物資の中に車に積んだものもほぼ全て含まれていたのでその点も問題なかった。現地自治体のボランティア受け入れのことなども調べ上げてたし、これでよし出発だと車に乗り込もうとした時、隣の民家のおばちゃんに見つかり話しかけられた。夜逃げと思われたな。支援書きたいこと全部書いてくれ。人手が薄いホットポイントを的確に刺す、こいつできる。あら、引っ越し？あ、いや、その、被災地に。日比谷に、あら、私も昔住んでたことがあるのよ。あ、いや、日比谷じゃなくて、被災地に、ボランティアに行こうかとグフ。被災地？あら、ごめんね、あなたの声小さいから聞き間違えちゃったわよ、ボランティアねー、あ、そうだわ。そういうとおばちゃんは家からまだ使ってない下着とかカップ麺の箱とかいろいろ持ってきた、下着ごくり。電話とか店員とか以外でこういう風に人と話すのもかなり久しぶりだったし、俺は相当挙動ってたと思う。っていうか引っ越しじゃなくてコソコソしてたし夜逃げに見えたんじゃないかと思う。おばちゃんの物資も詰め込んで今度こそ出発だって時におばちゃんが頑張ってきてねって言ってくれた。だいぶ忘れてたあったかい気持ちがなんか少し蘇った気がした。はい、頑張ります。なんだか嬉しくなってそう言い返したのだが、声が小さいのか存在感がないのかおばちゃんは気づかず家に入ってしまった。まあそんなこんなあったけどようやくクソクズ野郎は被災地に向かって出発した。おばちゃん道中ネットで得た情報を頼りに空いてるスタンドを回り、ガソリンと灯油を2タンクずつ確保。何回も言ってるけど俺は引きこもりクソクズこんなに物積んで意気込んでたのに被災地に行くまで何度もやっぱ行くのやめようかなと思った。でもなんとかギリギリ逃げ出したい衝動に勝つことができ、翌朝岩手の被災地に到着。あやつじさんありがとう。でもそこまで来てるのにビビってしまい、人気がない脇道に車を止めてしばらく動けなかった。どうしようやっぱ怖い車の中で1時間くらいガクブルしてた。そしたら不意打ちみたいにいきなり運転席の窓ガラスをノックされた。はわ？ビビって心臓が止まりそうになる俺。窓の外には同世代くらいの作業着を着た青年が一人。青年が窓開けてってジェスチャーをしたから挙動りながら窓を開ける。あ、おはようございます。ここで何してるんですか？ちょっとよくわからないけど、ここにこれから自衛隊の車止めるみたいだからどいてもらいたいんだよね。いいかな？はい、よろしく。おばちゃんよりも同世代の人の方が何倍も怖くて、急いで車を発進させる俺。引きこもりやってたのに車は運転できるんだ。羨ましい。自分に余裕ない時にボランティアとか行動力すごいな。俺にはできん。久しぶりに、自分語りで続きを読みたいと思うスレを開いた。ボランティアに来たのに、無意識に現地から逆方向に車を回して走り去ろうとする俺。その時さっきの青年が小走りで寄ってきた。多分これがなきゃまた俺は逃げてたと思う。さっき車の中に物資らしいのが入ってるの見えたんですけど、もしかして物資運んできてくれた方ですか？はい、そうだす。やっぱそうなんですね。ありがとうございます。もしかしてどこに運べばいいかわからなかったからここにいたとか？そうだす。そうだったんですね。俺地元の消防団のものなんですけどよかったら案内するんで、案内がてら俺も乗せてってくれませんか？ちょうどそこに用があるので。すいませんダメだす。なぜかとっさにダメと言ってしまった俺。っていうかさっきから挙動りすぎてダスダス言ってしまってる。え、ダメっすか？やっぱいいです。いいの？ありがとうございます。テンパりすぎて自分でもわけがわからない状態になってた。青年が物資で狭い助手席に乗ってきた。彼は桜井くんというらしくて、俺と同い年だということが車中の会話で判明した。異常なほどテンパってる俺にも桜井くんは動じずに接してくれて、目的地に到着する頃には俺にベンちゃんというあだ名をつけてくれた。ダスダス言ってたのがキテレツのベンゾーさんに酷似していたため。自分探しのためにボランティア活動とか不謹慎もいいところだな。正直胸クソ悪いわ。被災地は引きこもりが社会復帰するための踏み台じゃねえんだよ。一致はおとなしく家で引きこもっておくべきだったと思う。
やらない前よりやる偽善ってことで結論が出たはず。緊張とテンパりでおかしくなりそうだったが、無事物資を集めてるとこについて桜井くんと物資を下ろした。下ろし終わると桜井くんは消防団の仕事があるから行くねと言ってしまった。きっと桜井くんは俺のことを物資を運んできたクソクズ野郎として見ていたと思うが、俺の本当の目的はボランティアだ。周りにはたくさん人がいて死にそうだったけど、桜井くんと話したのがあったおかげでなんとかならないこともない気がしてた。っていうかここでうじうじ動けないのは本気で邪魔になるし、俺は夜決してボランティアセンターに向かった。ボランティアセンターでは引きこもり人見知りクズクソニートをなるべく表に出さないように平常心を装って受付を済まし、半分けを待っていた。心臓は常にバクバクで、汗の量も半端なかった。半分けで俺はある地域の瓦礫撤去をすることになった。俺の班のリーダーはしげさんって人で、見た感じ40前後って感じのワイルドなちょい悪親父だった。怖そうな人だなぁとか思ってた移動中、初めて被災地を見る。言葉がなかった。なんていうか、本当にこれが現実かと思った。おい、新人何泣いてんだ、こら。気づいたら少し涙が流れてた。なんで涙出てきたかは不明。なんで泣いてるか知らねえけど、ボランティアが泣くんじゃねえ。現地の人だって泣きたいの我慢して頑張ってんだからよ。はい。目的地に到着し、撤去作業に入る。なんだか現地の光景を見た後は、さっきよりテンパりはマシになってた。しげさんの指示に従い撤去していく。黙々と作業を続けていく。俺は引きこもってる間、毎日ほどほどに筋トレやルームランナーで走ったりしてたので引きこもりの中では筋力と体力はあったと思う。黙々と作業してるとあっという間に時間が過ぎ、疲れたけど無事に1日目のボランティア活動を終えた。新人、お前なかなかパワーあるし、動けるな。ありがとう。最初は怒られたり怖かったけど、しげさんにお褒めの言葉をもらい、被災地の役には少し立ってるのかなと思って何年かぶりに少しの充実感を味わってた。だけど被災地のあの光景を思い浮かべるとそんな気持ちは速攻で吹き飛んだ。明日も頑張ろう。ボランティアセンターについて解散し、その日は速攻車の中で寝た。風呂入ってくる続き待ってるからな。お前の文章ってなんか知らんがバシバシ当時の気持ちが伝わってくるな。なんでだろ不思議だ。それからは駐車場の車で起床、ボランティアセンターへ、撤去作業やら避難所の手伝いやらをやる、車で就寝、という繰り返しの毎日。しげさんとは同じ班になることが多くて、1ヶ月経つ頃にはかなり仲良くなってた。っていうか気にかけてくれてめちゃくちゃ良くしてくれた。誰にも言えないと思ってた引きこもりだったこともそんなしげさんには話せた。しげさんも関東からボランティアに来ていて、なんだか会社を経営してるらしい、社長。日本の一大事だから会社そっちのけでボランティアに駆けつけたみたいだが、会社大丈夫なのか？消防団と一緒に作業することもたびたびあり、3日後くらいには桜井くんと再会を果たし、いつの間にか桜井くんとしげさんと俺で夜飯を食べる仲になっていった。俺友達とかいなかったからわかんなかったけど、これが友達って雰囲気なのかな？って感じがしてすごく嬉しかった。現地の人たちにありがとうと言われると、こんなクズでもわずかに何かの役には立ててるのかなって思って、それも嬉しかった。5月に被災地行って岩手の親戚からお小遣い3万もらって帰ってきた。飯は炊き出しもあったりしたけど、大体は内陸部に出て弁当やらなんやらを買いだめしてそれ食ったり、桜井くん家で料理したり。ちなみに桜井くんは家が被災して仮設に住んでて、両親とも行方不明で職場も奪われていた。それなのに彼はいつも明るくてみんなのために動いていて、本当に尊敬できる人間だった。俺とは無楽の素晴らしい人だ。なのになんでこんな不幸が彼に。本当人生は不公平だ。桜井くんのご両親が早く見つかることを祈りつつ、俺も桜井くんやしげさんみたいな人になりたいと思うようになってた。もう帰ろうとかそんなことは頭に一切なくて、それからも無我夢中でボランティア活動をしてた。5月あたりからボランティアしてる期間が長かったからクソクズ野郎のくせに班のリーダーをやる機会が増えた。この頃には当初のテンパりはほとんどなくなって、ボランティアのみんなとも多分普通に会話できるようになってた。緊張はめちゃくちゃしてたがな。そんなこんな毎日いろいろな活動をこなしながら過ごしてたある日の夜、俺の車に桜井くんがすごい沈んだ顔でやってきた。よう、ベンちゃん。あ、桜井くん、お疲れ様。どうかした？あのさ、見つかったわ、俺の両親。え、見つかったの？検査の結果が出て間違いないってさ、なんだか見つかればいいって思ってたのに、見つかると現実を突きつけられた気がして、なんかへこむわ。桜井くん。なんかやりきれないな、畜生。桜井くんは泣きながら笑ってた。こんな時友達として桜井くんに何も言葉をかけれない自分にすごく腹が立った。そばにいてやるだけでいいんだよグリーンだよ。気がつけばもう6月になり、しげさんが帰ることになった。ボランティアセンター全体のリーダー的存在だったしげさん。社長なのにこんなにいたしげさん大丈夫か？俺にとっては兄貴みたいな存在になってたしげに、一人っ子だから兄貴とかよくわからんが。みんなでしげさんのお別れ会をやった。ここに来たばっかのベンちゃんと今のベンちゃんはまるで別人だな。いい顔になった。これなら俺がいなくても大丈夫だ。会の途中でしげさんが言ってくれた言葉、お世辞だろうがなんだろうがそう言ってくれて本当に嬉しかったし、別れはなんだか悲しかった。お別れ会の後みんなで撮った写真と、俺、しげさん、桜井くんの3人で撮った写真はマジで宝物。学生時代じゃ考えられないことだったから。
シゲさん帰っちゃったのか。シゲさんが去った後月日が過ぎ、気づけば俺もボランティアの中でここにいる期間が最年長の部類になってた。見た目も若干また日本兵時代のようになっていた。ただその頃には俺のクソみたいな貯金はもうほとんどなく、そろそろここにいるのは潮時だと思った。まだまだ現地は何もかもが大変な状態だったが、来た当初よりは少しは良くなったかもしれない、瓦礫的には。この何ヶ月かで俺はこの街に何かできたのだろうか、クズでも役に立てただろうかと何度も自問自答した。結局被災地の役に立てたかはわからなかったけど、ただ一つ確信を持って言えるのは、俺は変われたってことだった。帰ったら頑張って働いて、お金を貯めて、何かしらでも被災地が元通りになるまで支援していこうと決めた。お疲れさんだす。半年くらい被災地にいたの？5ヶ月弱くらいかな、言い過ぎだよね。桜井くんに帰る旨を伝えるとまた笑いながら泣いてくれた。俺はクズ野郎だから笑えずに泣いてたけど、今回はなんとかありがとうだけは伝えることができた。ボランティアのみんなでお別れ会をやってくれたんだけど、その時にはもうみんなの前で話したり、冗談を言ったり、バカができる人間になれてた。少し前の自分からは想像できなかった姿だ。お別れ会も終わって、桜井くんと二人でここ何ヶ月かの思い出話に花を咲かせてると、ほとんど電話帳に誰も入ってないならないはずの俺の携帯が鳴った。桜井くんはどうなったんだ？映画化決定。お疲れさん長いことよく頑張ったな。はい、ありがとうございます。これもしげさんやみんながいてくれたおかげです。そんなことねえよ、お前が頑張ったんだ。被災地の力にはなったはずだぞ。それなら嬉しいですけど。っていうか話があるんだが。何ですか？ベンちゃん、こっち戻ってきたらうちの会社で働かないか？突然のことでびっくりして少し固まった。しげさん来た。びっくりはしたけど純粋に嬉しかった。しげさんの会社はデザイン、設計をメインにやってる会社で、その他もろもろ手を出してるっていうのは聞いてた。俺は設計とかもろくにわからないって言ったけど、しげさんは教えるから大丈夫って言ってくれた。ただ、今横にいる桜井くんには仕事がない。ましてやこの街に限らず今回の震災で仕事がなくなった人は大勢いる。俺は関東に実家もある。疎遠になった親に頭を下げれば実家に戻ることも可能だし、そこから仕事を探していける。だからその枠は被災地の誰かを雇った方がいいんじゃないか？しげさんにそのことを伝えた。お前の気持ちはわかった。でも俺はお前と仕事がしたいし、ベンちゃんはそんなことは考えなくていい。え、どういうことですか？雇うのを考えているのはお前だけじゃない。桜井も関東に出てくる気があればうちで雇いたいと思ってる。え、本当ですか？リッチも桜井も人柄や仕事っぷりがもうわかってるから面接やらは必要ないしな。よかったらぜひうちで仕事をしてほしいっていうかお願いだから一緒に仕事しよう。あとな、これを機に事業拡大をする予定だから、あと4人ほど被災地域から雇う予定でいる。俺は1週間後に、桜井くんは約1ヶ月後にしげさん、いや、しげに、いや、社長の会社に就職した。半年近くもボランティアやってたとかすげえな。俺連休の数日だけ手伝いに行ったけど、ヘドロ書き出したりするだけでも結構な重労働だったわ。何より遺体を見つけてしまうのは辛かった。今は半年ほど前からじゃ考えられない充実した毎日を送れてる。これからも社長や桜井くんとも協力しながら支援活動を継続していく予定です。引きこもりクズニートからただのクソクズ野郎くらいには慣れた気がする。俺は今回運よく縁があってこうなったけど、桜井くんや社長と出会ってなきゃ今頃餓死してたかもしれない。だらだらと長くなってしまったけど、書きたいことが書けてすごくスッキリしました。見てくれた人本当にありがとうございました。震災で亡くなった方に合唱。デザイン設計って分野が広いな。どっち方面？あんまり詳しく言うとあれなので、ざっくり言うと建設系のデザイン設計です。今はほぼ俺役に立ってないけどね。ただ社長は俺にも桜井くんにも資格を取らせてくれようとしてるから頑張る。一致が思う、今みんながやるべきことできることってなんだと思う？マジレスすると、これからの方が大変じゃないのかな。生きてるけど仕事がなかったり、ローンだけ残ってたり、一人ぼっちになってしまったり、放射能だったり、なんでもいいと思う。できることがあってあなたにできる余裕があれば行動してほしいと思う。みんなで支え合って助け合っていきましょう。読みやすい上にちゃんとレスのことも考慮して書き込んでるからな。俺が女だったら一致と結婚したい。男ですまぬ。一致は全然クソ野郎じゃないよ。続けられるとか逃げないってすげえことだよ。脱ニートオツ。よかった、感動した。一致オツ。久しぶりVIPで良いスレを見つけた。一致オツ、俺もバイト探そう。いかがでしたか？一致本人はしげさんと桜井くんのおかげと思っているようですが、ニュースを見て気持ちが変わらなければ、第一歩は踏み出せなかったはずです。この動画を見ている人の中に、自分は世の中に必要ない人間だと思う人がいたなら、ボランティアなどネットで検索してみてはどうでしょうか。ご視聴ありがとうございました。